ルイーズ・モワヨンはフランスの画家である。17世紀後半における最も優れた生物画家の一人とされる。パリに生まれた。パリのサンジェルマンイコールデイコールプレで育った。この地区は南オランダから宗教的な迫害を逃れてきた新京都が多く住む地区であった。父親は画家、画商であり、パリの芸術家組合の会員だった。母親は 金細工職人の娘で、弟に、王立絵画彫刻アカデミーで学んだ画家のアイザック、モイランがいる。父親から絵を学んだが、父親はルイーズが若い頃に亡くなった。父親の死の翌年、母親が別の画家、フランコガルニエと結婚し、義理の父親からも絵を学んだ。ルイーズもワヨンは、生物画を専門とし、キャンバスや木製パネルに油絵の具で描いた。 テーブルの上の果物を描いた作品で知られる。暗い背景に果物の質感や細部が表現された。モアンの残されている作品の多くは1630年代までのもので1640年代に材木商人と結婚し3人の子供が生まれると家事のためにあまり絵を描かなくなった。1685年のフォンテーヌブローの直例で何との直例が破棄されると モアイオンの家族は大きな影響を受けた。三人の子供のうち二人は宗教的迫害を逃れるためにイギリスに移り、ルイーズともう一人の子供はカトリックに改宗し、フランスに泊まった。ルイーズの夫は改宗を拒否して投獄されたとされる。ありがとうございます。